試合は3試合やらせてもらいまして、最初の1試合目とかが少し、物足りない試合ではあったと思いますけども、2試合目 と、今回、最後の試合に関しましても、本人たちにとっては何か掴めたものがあるんじゃないかなという気はしてます。まず台湾の選手に関しましてはすごく、フィジカル的に強いなという印象は受けました。あと何人かの選手はすごくスピードも豊かで、スピーディーに背後を狙ってくるそういうサッカーはこれからもっと、伸びていくそういうチームだと思いました。はい。とは観光の方は、9分の方とあと、すぐそばの、ナイトマーケットのシーリンの家数の方には I love 台湾っていう T シャツなんかもこう着てすごく本人たちにはいろんな文化も見れたんじゃないかなとは思います。はい。